ございます。ハトメグミ from Tokyo。 ここまでが今日の私の名前です。ここまでちゃんと覚えて帰ってください、オープニングアクトで突如やってまいりました。あと2曲ほどお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。なんだか知らないですか、何ですか、ジブリ縛りですか今日は。そんな縛りがあるかどうかは知らないんですけど、 なんとなくこう私の中でそういう空気を悟っては見たんですけど、1曲目はね、ジブリ作品の耳をすませばの中からカントリーロードを日本語バージョンでお送りしました。というか日本語バージョンしか歌えないんです私。最後ちょこっとだけ頑張った英語しましたけど、もうちょっと英語頑張りたいと思います。早速ジブリ縛りを破ります。ベトミドラーさんの、花の綺麗な時期ですね。 The Rose。
がとうございます。なんていい曲なんだ。ありがとうございます。最後の曲にしたいと思いますが、最後の曲はせめて加藤めぐみ from Tokyo、 東京からやってきましたからね。自分の曲を一曲、もうジブリ縛りは何なんだっていう感じで、最後に自分の曲を歌ってオープニングアクトを終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。元気なのとしっとりするのとどっちがいいですか。今どんな気分ですか。しっとりかな、しっとりかな、じゃあしっとりでいこうかな。じゃあ最近満月でした。ですよね。私月を見るのがすごく好きで、なんか満月って不思議ですよね。こう月が出てて、あ月だって、まあ、見るけど、満月だけなんか特別に、あ今日満月だってなんか見ちゃいません。なんかそういう満月ってちょっと不思議な、なんかこう見せる力、魅了する力があると思うんですけど、お月さんっていう曲をじゃあ最後で。ありがとうございました。長い長い長い夜に、丸い丸い丸いお月さん、僕の上に浮かぶふわり、丸い丸い丸いお月さん、何を見てるんだい、何が見えるんだい、何を見てるんだい、何を何を。僕の上に浮かぶふわり、丸い丸い丸いお月さん、何をしてるんだい、何ができるんだい、一人ぼっちで。
長い長い長い夜に丸い丸い丸いお月さん僕の上に浮かぶふわり丸い丸い丸いお月さん ありがとうございました。この後もごゆるりとごゆるりとお楽しみください。加藤めぐみ from 東京でした。ありがとう。こんばんは、リーと申します。今日はよろしくお願いいたします。普段はですね、神戸、三宮を中心に活動を、させていただいております。時々ですね、南京町でストリートライブをさせていただいたりとか、寒い時はちょっとお休みしてたんですけど、ぼちぼちぬくくなってきたので、また始めようかなと思っております。今日は頑張って歌ってまいります。よろしくお願いいたします。ですね、まず1曲目は、先ほど加藤さんの、お月さんの曲に、ちょっとかぶっちゃうんですけど、Fly Me to the Moon というお月さん、私もお月さんの曲を、歌わせていただこうと思っています。この曲はですね、気持ちを素直に伝えたいけど伝えられない切ない女心を歌った曲だと思っています。 Fly Me to the Moon、 私を月に連れてってIn other words、でも本当は I love you、 あなたのことを好きっていう意味なのよ、ねえ分からないという、そんな切ない気持ちを歌った曲ですね。ちなみにこの曲が作られたのはアポロ11号が月面に着陸する前に作られた曲なんですって。なのでこう月に行くっていうのはそれぐらいこうもう想像もしえないようなすごいことだったそうです。それぐらいもうあなたのことは好きっていう意味ですね。では歌ってまいります。 Fly Me to the Moon お聴きください。 Fly me to the moon and let me play among the stars, let me see what spring, cause like on Jupiter and Mars, in other words, hold my handDarling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are
God always prevails. In other words, I love you. Fly me to the moon when let me play among the stars. Let me see when spring is right on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, I worship and adore. In other words, pray be true. In other words, I love you. では続きまして、スカボロフェアという曲をお届けしようと思います。どうぞお聴きください。お届けしました。ありがとうございます。では続きまして、次はですね、花咲く旅路という曲をお届けしたいと思います。この曲は、人生を振り返った時見える景色を歌った曲だなと思います。私は今年で33歳になるんですけれども、33年間、まだ32歳ですけど、生きてきて、いろいろありましたね。今坂を登りきってちょっとお花がちょろちょろっと出てきた綺麗な野原に出てきてるような気持ちです。そんな気持ちを込めて歌っていきたいと思います。花咲く旅路、お聴きください。
鈴なりの花を摘み吹く風に夏を知る穏やかにああ穏やかに今ぼんやり遠くを眺めてる遥かなる空の果て思い出が駆け巡るなだらかなこのなだらかな名前さえ知らない坂だけど届けいたしました。ありがとうございました。次はですね、私も実はジブリ映画が大好きなんですけれども、その中でも千と千尋の神隠し、という映画も大好きでして、その主題歌のいつも何度でもという曲をお届けしたいと思います。この曲の一番最後に、海の彼方にはもう探さない輝くものはいつもここに私の中に見つけられたからという歌詞があるんですけれども、なんかねその歌詞を強く、イメージしながら心に思いながら聴いていただけたら、なんか私の伝えたいイメージが伝わりやすいかなと思います。それでは、歌ってまいります。それではいつも何度でもお聴きください。呼んでいる胸のどこか奥でいつも心躍る夢を見たい。悲しみは数えきれないけれど、その向こうできっとあなたに会える。繰り返す過ちのその度、人はただ青い空の青さを知る。果てしなく道は続いて見えるけれど、この両手は光を追い出せる。さよならの時の静かな胸、
ゼロになるから鏡に澄ませる生きている不思議死んでいく不思議花も風も街もみんな同じララ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 どこか奥でいつも何度でも夢を描こう悲しみの数を見尽くすより同じ唇でそっと歌おう閉じていく思い出のその中にいつも忘れたくないささやきを聞く粉々に砕かれた鏡の上にも新しい景色が映される始まりの朝の静かな窓ゼロになる体満たされてゆけ海の彼方にはもう探さない輝くものはいつもここに私の中に見つけられたからララ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 いつも何度でもお届けいたしました。ありがとうございました。ちょっとチューニングを合わせます。今あの世の中ってすごい便利になりましたね。あのユーストリーム、あの言ったらこれあのあれですよね。ネット上でこうあの生放送されてるわけですね、うん、すごい世の中になったなと。あのスマートフォンっていうのでこう見えるらしいですね、ユーストリームって、ね、ここまで進化するんだなと思ってあの感動してるんですけれども、ではですね、次の曲はネムの木の子守唄という曲をお届けしようと思います。これを作詞されたのはね、皇后様、美智子皇后様です。あの高校の時に作詞をされたんだそうです。この曲を聴くとき私はあの個人的に美智子様すごい好きなんですけど、テレビに美智子様の姿が映るとあって見るんですけど、なんかね美智子様がもう帰れないふるさと、母の愛に守られていたあの時をこう懐かしんで歌っていらっしゃるような、なんかねそんなイメージを込めていつも歌うようにしてるんです。それではお聴きください。ネムの木の子守唄。ねんねのねむの木、ねむりの木、そっとゆすったその枝に、遠い昔の世の知れて、ねんねのねむの木こもり薄くれないの花の咲く眠の木陰でふと聞いた小さなささやき眠の声。ねえねえねえと歌って
ました。では、続きましてですね、これは有名な曲ですね。ナダソウソウという曲をお届けしたいと思います。これね、私なりにすごい個人的にすごく思い入れのある曲で、ちょっと下手したらこう泣きそうになってしまうんですけれども、今までに大切な方とさよならをした経験って皆さんあると思うんですけども、なんていうかこの曲の伝えたいことっていうのは、もう肉の目でその人を見ることができなくても、肉の体で触れることができなくても思うだけで気持ちはその人のところに届いている、いつもあなたは万物に満ちていると、そういうメッセージソングだと思っています。それではお聴きください。ナダソウソウ。
がとうございました。奈良早々お届けいたしました。それでは、次で、最後の曲になります。ですね、愛の歌という曲をお届けします。これはあのピクミンというゲームの CM ソングに使われた曲なんですけれども、無償の愛を歌った曲ですね。植物とかお野菜とかいうのは私たちに伐採されても食べられても何も見返りを求めず文句も言わないですね。与えるばっかり。それでは、彼らのそんな、これはでもピクミンのために作られた曲らしいんですけど、そんな彼らの、底抜けの人の良さを歌ってまいりたいと思います。ほったかされてあなただけについてゆく、今日も運ぶ戦う増える、そして食べられる、引っこ抜かれて集まって飛ばされて、でも私たちあなたに従い尽くします。そろそろ遊んじゃおうかな、そっと出かけてみようかなんて、あの空に恋とかしながら、いろんな命が生きているこの星で、今日も運ぶ戦う増える、そして食べられる、引っこ抜かれて集まって投げられて、でも私たち愛してくれとは言わないよ。そろそろ遊んじゃおうかな、そっと出かけてみようかなんて、あの空に恋とかしながら、力合わせて戦って食べられて、でも私たちあなたに従い尽くします。立ち向かって黙ってついてって、でも私たち愛してくれとは言わないよ。ありがとうございました。 D でした。また皆様にお会いできるのを楽しみにしております。ありがとうございました。
こんばんは、こんばんは、千葉さえです、はい、今日はちょっとこじんまりとした感じで、はいはい、ほっこりしながら進めていきたいなと思います、はいはい、もうね、桜もすっかり葉桜になってね、もうゴールデンウィークも目前というのに、この間咲き始めたところに早いですよね、という間に寒いですよね、ちょっとなんか肌寒いですよね、はい、冬服大活躍、はい、そうですね、まあ、でもね、だいぶライブというかアコーディオンって外で弾くのもね気持ちいい楽器で、早く公演とかでね練習したいなと思う、はい、今日この頃なんですが、ね、なかなかゲストリートでって言ってるのを聞いて、私たちも春やしやりたいなと、ね、勝手に外で練習していいんかわからんとこではやったことはあるんですけどね、はい、距離打ちの銀行の辺で、リトンの前で警備員とか覚えてちょっとびっくりしたんですけど、ね、はい、こんばんは、はい、ね、やりたいですね、はい、早く、はい、もうちょっとね暖かくなってほしいなと思うんですがね、はい、はい、今日は加藤めぐみさん from 東京さんと、はい、リーさんの声でね、本当に声っていつも力があるなって思うんですが、うん、今日はそんなお二人の声に引き込まれ、私たちは歌いはしないんですけれども、まあ、アコーディオンを弾きながら歌ってるつもりで、はいはい、表現していきたいなと思います。よろしくお願いします。聞いてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、1曲目は、白ワインに乾杯という、はい、残念ながら今日はビール飲まれてますけども、はい、残念ながらじゃなくて盛り上がってくる、はい、はい、やっぱりビール。でも次の曲はビールが似合うかもしれないです。あ、そうですね、はい、はい、というわけで、はいはい、ポルカを、はい、レッツダンスザポルカ、はい、そしてパリの空の下はい、はい、2曲続けて聴いてください。
ございました。ありがとうございました。レッツダンスザポルカと、パリの空の下聞いていただきました。パリの空の下ってご存知ですか？曲の名前ですか？曲のメロディー、あまりなじみ、あ、はい、そうですね、あの映画の主題歌、はい、パリの空の下、セーヌは流れるという映画なんですけれども、見たことないんですけど、はい、はい、見たことないですね。あのイブ・モンタンがこの曲って歌ってませんね。エディット・ピアフも歌ってますよね。エディット・ピアフも、あ、そういう、はい、シャンソンの、あ、ね、大御所さんたちが、はいはいはい、歌っておられて、ね、歌い継がれている曲だと思うんですが、はい、あ、そんな感じで、はい、パリの、はい、そうですね、雰囲気を、はい、続けて、はい、パリ特集で、はい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 、そんな感じ、はい、行けたらいいですね。そうね、はい、はい、今もまだパリなんでしょうかね。あ、今違う、え、そうなんですか。今、はい、ちょっと久しぶりに見てみたいですね。まだ放送してますよね。どうなんでしょう。え、そうなんですか。え、それはショックですね。そうなんですか。あ、そうなんです。あ、それ心配、結構好きなんですけど、うん、はい、でも児玉さんか小島さんかいつも分からなくなるんですけど児玉さん、まあ、そうですね、角大切ですよね。というわけで、はい、はい、次は、パリの下町モンパルナスという、はい、モンパルナスという町の名前が、はい、題名になった曲、それからですね、そんな下町で子供が遊んでいるようなイメージで、はい、パリのいたずらっ子という楽しい曲を2曲続けて聴いてください。あ、モンパルナスは楽しい曲じゃないですね。どうなんでしょう。あの哀愁を帯びた感じの、はい、ですね、パリの曲を2曲聴いてください。はいはい、
ございました。ありがとうございました。パリシリーズで、モンパルナスと、パリのいたずらっ子続けてお聴きいただきました。続いての曲は、ですね、あのアイルランドの、アイルランド民謡なんですけれども、あの歌の歌詞がついている曲で、ゆったりとしたあの壮大な感じの曲を演奏します。その後に、先ほどから今日はジブリ祭りと、はい、縛りと言われてます。縛りって言われてます。初めて聞きます。縛り、はい、何でしたっけ、ジブリ映画 の、 あのハウルの動く城から、はい、人生のメリーゴーランド、はい、はい、行きたいと思います。はい、thank you.
ありがとうございました。私さっきサリーガーデンって曲名言いました？言ってましたか？聞きになられましたね。そうですよね、すいません、何も思ってなかった。そうですね、アイルランド民謡とかなんとか 言っただけで楽しみということで、ね、そうなんか急にあの思い出しました、弾きながら、すいません。サリーガーデン弾きながら、はいはい、いつもあのその寒かったんで、まあ、日頃カラオケでよく練習してるんですけど、はい、気持ちよくなってきた頃に10分前のドゥルルルルが鳴るんですよね、はい、電話の、ね、その錯覚にすごい何回も襲われながら今演奏してました、はい、よくわかんないですけど、はいはい、そんなこんなのサリーガーデンでした。サリーガーデンと、人生のメリーゴーランドお聴きいただきました、はい。続いての曲が最後の曲になります、はい、ジブリ縛りなんで使えそうですね、これ、はいはい、最後の曲は、魔女の宅急便の、はい、といえば野菜さんに包まれたなら、ありがとうございます。まだ外で弾かせてもらうのは2回目なんですけれどもね、はいはい、あ、そうですね、はい、はい、じゃあ最後ジブリ縛りで締めくくらせていただきたいでは、どうもありがとうございました。Thank you.
ございました。近江さえでした。